ちゃん、キミちゃん、キミちゃんいないから今大変ですよ。もう消しまくってて、なんかね、いつだっけな、2日前にね、インスタライブ配信したんだけど、なんかね、あれね、ちょっとね、エネルギー強かったのね。エネルギー強かったらね、なんだっけ、再生できなくってさ、私もさ、なんか再生しようと、録画しようと思ってさ、見たんだけど、ダメやったんすよ。うん。ちょっとお待ちください。今、一生懸命ホワイトボードで書いてます。またこれ書いてもさ、あれなんだよね。反対に打つんだよね。知ってるけど、いいや。少しは見やすいだろう。と思います。ので久しぶりに、超久しぶりに四柱推命です。あ、やっぱこれあれかな、ここ書いた方がいいか。なんで書き終わるまでちょっと待ちください。一生懸命今書くね。そう、そうなんだよ、キミちゃん、大変なんですよ。あ、そうそうそう、だからね、キミちゃんがアップして以来、私一回もやばい、今日のもなんかやばいかも。自分の中のその携帯の中に入ってるさ、動画をさ消しとこうって毎回やる前に思うんだけど忘れちゃうんだよね。そして今日も消してないから、この、24時間以内に、なんだ、自分のこう録画予約、録画しとかないとダメなんだけどさ、それをさ、また忘れるのよね。で、はぁってなったらもう24時間過ぎてて、はい、消えた、みたいな、なっちゃうんだよ。今日のはちょっと録画しとこうかな、ちゃんとできるかな。ブツブツ、ブツブツ。ちょっと待っててね、一生懸命今、名刺を書いてます。書いてるんですよ。なのでもうちょっとだけ待って、食事兼6、で11、6、12で29、 OK、 よし。はい、皆さんこんばんは、ゆうこちゃんもこんばんは、さちこちゃんもこんばんは。はい、ほんじゃま始めよう。久しぶりの四柱推命でござる。きりちゃんもこんちは。どっから話すか、四柱推命、なんで四柱推命やり始めたかっていうとさ、私もともとさ、コンサルティングとかカウンセリングとか、まあ、今でもやるけど、やってたんだけど、なんかね、こう人の話聞くのめんどくさいなって思っちゃったんだよね、とか言って。あ、聞いてるんだけど、なんかね、なんて言うんだろう、その人の話を聞いて答えを出すまでの間が、なんて言うのかな、お互いの共通の認識ができるものを通してやった方が早いということに気づいたんだよ。四柱推命だとさ、今日の方の認識ってこんな感じなんだけど、四柱推命だとほら、こう一目瞭然じゃん。あなたはこの星持ってますからこうですってさ、一目瞭然じゃん。だからあなたの悩みってこういう構造になってるよっていうのが、こう文字を通して伝えられるのね。なんだけど、この文字がないとさ、なんて言うんだ、そうなの？みたいな、それって本当？とかさ、
なんかそのやり取りが超めんどくさと思って四柱推命だとさ、ほらもう一目瞭然じゃん、まあ、この読み方だけ教えてあげればさ、あなたの悩みってこういうこの星があってこういう悩みだからこうだよって、あのお互いが確認できるじゃん、共通確認できるじゃない。だからすごく楽で、でその人が一人になってもあの割とこう見直せばわかる、あ私ってこの星があったからこういう特徴があるんだみたいな、だからこの星をこういう風にしようみたいな、キラリンみたいなできるなと思って、でなんかカウンセリングとかもいいけど、コンサルティングもいいけど、こうやって、あゆきちゃんこんばんは、なおこさんこんばんは、そうこういう共通認識があるものを通してなんかやった方が早いなって思ったの。だから四柱推命を採用することにしたのね。まあそれだけじゃなくって、私自身さ四柱推命通してさなんか刺さったのよ。うん、あの私さあのほら今セクシャリティやってるじゃない、主にセクシャリティっていうツールを使って、自分がよりよく人生を生きるにはどうしたらいいかっていうことをやってるわけなんだけど、そもそもだからそのセクシャリティをに足を踏み入れるきっかけになったのも四柱推命なんだよ。私、日中と月中に偏寒って言って偏った寒ってやつがあるんですけど、偏寒って星があってね、で、それを持ってるんですけど、それって女性にとっては、恋愛運なんだよ。だから要はあなた男と一緒にいた方がいいわよっていう星なんだけれどさ、って当時2年半になっちゃうのかな、1年は経ってるよね、なんかもう時間がさよくわかんないんだけどさ、そういう聞いた時さって思って、でも私なんか男の人とか興味ないしとかも当時思ってたんだよ。だって結婚してるしみたいな。だから男性と一緒に食事を行くとかも全然なかったし、当時なんかこの人何を言ってんだろうくらいに思ったんだけど、それを言った時に、ただ自分がすごい性に対して閉じているってことだけは知っているというか、あのね、その四柱推命に出会う前に丸3年間、そのカウンセリングの勉強ずっとしてたんだけれど、その時に、お互いにカウンセリングをし合うっていう、学びの場所だったんだけど、だから私がカウンセリングしてもらうっていうことも月2回くらいはしてた、定期的にずっとしてたんだけど、3年間1回もセクシャリティの話題を出せなかったの、怖くって。だから自分が性に対してすごい閉じているっていうのは、分かってはいた怖すぎて近寄れなかったのをぐいっとこじ開けてくれたのが四柱推命だったんですよ。だからあなたは男と一緒にいた方がいいし、あなたはあと、まあ、3人くらい男がいた方がいいって言われて、はぁみたいなこの人何やってんだろうみたいな、そしたらもうエネルギー上がりますから言って、はぁみたいな、もうキョッターみたいな感じで、でも当時本当にあのどんな人が好きなのかすらもさ分かんなくってさ、まあその時の当時、まあ当時の写真もなんかね、なんかなんつうんだろうななんか私、そうそう、私のねところに来てくれる方って一つの特徴があってね、一見普通のいい人普通のいい奥様だったり、あの普通のいいお母さん風なんだけど、中身めっちゃ変人が多いんだよ。おかしい、まあおかしいっすよ。そうで、おかしさを一生懸命その普通の人っていう仮面で隠そうとしてるんだけど、隠しきれなくって、なんかこう、まあ、私も結構そう普通に街を歩いてればいい人にちゃんと見られると思うんだけど、喋り出したりいろいろやり出すとおかしい人じゃないでこのおかしさ、もう強烈なおかしさ、その枠を起こしちゃってる強烈さにみんな多分惹かれてくる、まあ、それがなんか眩しいと思ったり怖いと思ったりやっぱね怖い人だと思う、そうで見えたりするんだと思うんだけど、そういうのを嗅ぎ取ってきてくれる人がすごく多いなと思って、でだから四柱推命を見てみるとおかしいんだよなんか普通とかそういう人いないの、どっかがおかしくって、そのおかしい変人ぶりをどこで発揮してるかで、そこを大体みんな殺してることが多い、
封印していることが多いのね。で、一番大事なポイント、今日はその、最近鑑定させていただいた方の、鑑定をこう言葉でシェアするってことをしようと思ってるんだけど、すごく大事なポイントは、ブログに書いといたので、ブログを見ていただけたらなと思います。あ、本当、ただ単にね、幸子ちゃん髪の毛きっと痩せんの。そう、耳を出してるから、だからさ、ショートカットもさ結構便利だなと思って。だしさ、なんかさ、ここからさ、なんか髪を持ってくるのとさ、脇目だけでも全然雰囲気違うんだよね何をしてるって感じなんだけどそう、だからね、ボーイッシュにしたいときはここら辺から前髪作ります。そう、モデル風とか、モデル風のときこうやってやると誰でもいい人になるでしょ。だ、洋服が目立つけど、まあ、田中優子っていう顔を出したいんだったらここら辺から出しますねはいで、今日の方の鑑定ポイントは一応は書いといたんだけどさ変人、素敵な集いでしょ。変人だよ、みんな変人、おかしいよ。だけど一生懸命いい人をかぶってんだよね。まあいろんな理由があっていい人かぶってんだけどさ、私もさ、めっちゃいい人やってたからすごいわかるの。私の場合はやっぱりすごい、今日の人もそうなんだけどさ、こう運勢エネルギーって言って、その12運勢のところの数値をこう全部足したのがこう、そう、全部の数字として出てくるんだけれど、この人の場合はさ、だから11、6、12で29っていう計算になるんだけれど、これ平均値ね、15なのよ。で、私も31あるの。15が平均でさ、30とかさ、30近い人たちってさ、倍あるわけよ、要は倍。倍。倍ある人ってさ、なんかもう、今イメージして一人受けちゃったんだけど、暑苦しいんだよ。エネルギー有り余ってんだよ。だからまあ車に例えるのはダンプカーなんだけどさ、ダンプカーのくせになんか私塩らしいんですみたいなさ、私のこといじめないでくださいとか言ってもさ、ダンプカーだから強いじゃんってさ、もうエネルギーレベルでバレてんのよ。なんだけどみんなその混じりたいんだよね。その自分のなんかこう変人なところ、おかしいところを隠さないと混じれないって、なんかこうなんかのきっかけで、まあ、大体悲しかったり辛かったり苦しかったりするとそう思い込んじゃって、もうこの変わり者だと混じれないって思って、一生懸命それをなかったことのようにやろうとするんだけど、真逆、確かに、まあ、学校が行けないんだろうなと思うんだけどさ、学校にいるとなんていうの、まあ、協調性とかさ、平均を求められるじゃない。みんなできること、ちゃんとやってること、みんなと一緒のことを求められるから、でそのなんか鬱憤がさ、ちょっと変わってる子に行っちゃうんだと思うので。あ、そうだ、これ言っときたい。ブログには書いてなかったんだけど、小さい頃さ、親に注意されたりとか叩かれたりしたことあるじゃない。私とかだと、小学校3年生くらいの時のもう今思うとさ、もうあれ今だったらなんかセクハラ、パワハラ、なんか学校先生だとなんていうのかわからんけどさ、とか言って絶対なんかこう捕まっちゃうんだろうな先生と思うんだけど、3、4年生の担任の先生からブーちゃんって言われたの。だ、要は小豚のブーちゃんよ。だからさ、私さ、自分のことをさ、豚だと思ってたの。だからめ、なんかみんなどう思ってるか分かんないけど、なんつうの？そうそう、私ね、自分の容姿が大嫌いだったの。だから今私が、まあ、最近やったのだと水着撮影とかあるじゃん。だからあれはもうこのまんまの私でいいって、そのもう小豚のブーちゃんもうは卒業っていう卒業式なのねだから結構ね、やっぱりなんていうんだろう、エネルギーが強い人か、艦隊とか陽とかさ、ガが帝王とかね、ガが強くって、であと召喚とかさ、美しさに関する星を持ってる人、あとカノト宝石ちゃん
日中の監視とか宝石ちゃんとか持ってる人たちってやっぱ美しさに関わる女として生きるってことを、まあ、決めて生まれてきた人たちってかえってその女らしさだったり女性性から外れることがピンって立っちゃったりするとすごい疲れるみたいよ、どうも見てると。だから、そこをあ私このままじゃダメなんだって言ってもっともあなたの才能なところをなんて言うんだろうね潰される潰されるっていう言い方が分からないけどもう一回目覚めさせるために一回隠すっていうなんかそういうなんか設定がどうもされてるなって見てて思うんだよね。あなたの一番の輝きを幼い頃に一回なんか潰されるって言い方が分かんないけどなんかそれはダメっていうダメ認定される禁止されるっていうことが起きやすいんだよね。だから私とかだとあの変換2つあってさそれって思いつきで動くってほしい。だからすごい行動力私 60% の人なんだけど、それがダメっていうダメだからあのこの思いつきで動くのは本当にねなんかだから人よりもなんか私だからほら、ここがさ31だからさ、まあ、ブルドーザーなわけですよ。あってるね、ブルドーザーでしかも変換2つっていうことは行動力があるから、ブレーキのないブルドーザーみたいなもんなのよ。なのにもう思いつきで動いちゃダメ動いちゃダメちゃんとしてなさいちゃんと考えてから動きなさいみたいな考える星1個もないわけよなのに言われちゃうからなんか思いっきり最近までよあの動いてもブレーキ踏みまくりっていう感じでさだから大体星見れば、どんなことをダメって言われててでもそれが最も才能である確率がすっごい高いのね。でこの人の場合はまあカノエっていうこの日中の監視って魂の本質って言われてるんだけれどもカノエって金のプラスのやつねこれカノエと言うんですよ。みんな真反対で見えるんだろうね丸をつけたところですよ丸この丸をつけたところでここの日中の監視っていう左上にあるところは魂の本質と言われてます。でそこがカノエさんってまあ、 あのブログにも書きましたが戦士なんだよ戦って勝つみたいなくらい、まあ、女戦士よ。見かけは女だけど中身男も超強い男くらいな戦士の星なのにだいたいカノエさんが間違って生きてるときは私弱いと思って思い込んでるの。もう10ある巻10巻の中で一番超強い星もう人の話なんてまあ聞かないよ聞かないし剣なのね。その表してるエネルギーは剣だから負けないし戦ったら勝っちゃうしまあ何断ち切って進んじゃう星なんだよ。まあカノエ持ってるのはさ安室ちゃんでさ安室ちゃんのその引退インタビュー見ててまあカノエさんっぽいなと思ったのがさ決めたらやるうん、でさあの40歳で引退とかも潔いじゃん。でずっとさその売れなくなっちゃった時もさライブだけはものすごく熱心に取り組んでたから決めたらやる、やめると決めたらやめるそれくらいもう決断の星なんでね断ち切って決断する星がカノエだからそれくらい、強いのにだいたいうまくいってない時は私弱いと思い込んでます。そうでまあブログにも書いてあるけど弱いと思い込むメリットがあったんだよね。でまあさこの年中っていうのはあなたが20歳くらいまでにどういう生き方をしてるかとかどんなことにトラブルがあるかとかそういうどんな環境に生まれてるかっていうのが大体書いてあるね。この通変性と運勢エネルギーなんだけどでこの方の場合は陰樹合財帝王って書いてあって陰樹って母親を意味するからさ、まあ、お母さんとご縁が深いで、まあ通常ご縁が深いっていうと
まあお母さんと仲がいいってこともあるんだけどさ、だいたい鑑定に来てくださる方ってさ、お母さんと仲がいいというよりもお母さんとなんか一悶着あったんだろうなと読み解けるわけなんですよ。で、合財帝王ってね、年中に合財帝王がある人って著名人だとダウンタウンの2人とかは合財帝王って書いてあるんだけど、年中に年中に合財帝王がある人たちってさ、要はなんか圧があるんだよ存在してるだけで圧があるんだよ。まっちゃんはね、確かこの真ん中が被験権録って書いてあるんだけど、多分中身としてすごく真面目で優しい、いい人なんかさ、今回さ、いろいろさ、吉本で会った時もさ、なんかまっちゃんとかすごい走り回ってたじゃん。だからあれを見ててもさ、なんか圧をかけるだけじゃなくてすごい仲間思いのいい人なんだろうなって感じはするじゃない。だけどここに合財帝王って書いてあると、これってもう一国の主っていうエネルギーだから、どこ行っても目立つし存在感があるし、まあ弱ってる風には見えないんだよね弱い風には見えないんだよ。浜ちゃんとかまっちゃんとかさ、多分なんかオーラを消そうと思っても多分消せない人たちでさ、どこ行っても目立っちゃうし、もうさ、なんていうの、司会者以外できないと思うの。なんかサブでどっか入るとかやってもさ、やっぱ子としてキャラが立っちゃうっていう、年中の合財帝王ってそういう感じなのね。だからまあこの人が自分が弱いと思い込んだ時には全くもってずれてる印象はすげえ強いしさ、中身も強いからさ全くもってずれてるからさ、ずれてることやってるとどうなるかっていうとさ、叩かれるんさ。だってあんた強いでしょってバレちゃってるからさ、叩かれるんだよね。でそれがなんか、まあお金もあんまり生みにくくなっちゃうしさ、人生うまくいかなくなるコツなんだよね、自分とずれるという。でさ、この人はさ、やっぱり、中身として、強さだけ持ってる人じゃないんだよね。であとさ、ここの土の立つとかもすごい強いんだけど、介護って言って、でこの権力とかも強いの。なんかコツ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 やりきっちゃう強さとか持ってるんだけど、可愛らしい星があってさ、この食人とか陽って可愛らしいんですよ。食人は子供の星です。で、もう食べる神様じゃない。だからもうそもそもがこう食べる神様だから、で子供の星だからさ、3歳から5歳児のキャッキャッキャッキャワワワワワイワイみたいな星だからさ、なんかをなんか生み出す方じゃないんだよ受け取る人なんだよ。わーいわーいって、子供たちってさ、わーいわーいとかさ、キャーとかやっててさ、なんかあれでなんかを生み出してるっていうのもさ、あの楽しそうなエネルギーにみんなが惹かれてきて、なんか楽しそうみたいな、でわーって子供たちが集まってキャーってやってさ、それ見てるとさ、結構大人ってさ、幸せな気持ちになるじゃん。なんかしてるわけじゃないんだけど、子供たちがすごく楽しそうにやってるとすごく幸せな気持ちになるし、子供たちってなんかしてるわけじゃないけど、めっちゃはいお小遣いとかさ、おじいちゃんおばあちゃんとかさ、あと知らない男からもさ、はい飴とかさ、今そこでやったら禁止されるのかもしれないけど、もらえちゃうじゃん。それはやっぱり彼らが幸せそうで楽しそうだからなんだよ。で、そういう、福の神みたいなエネルギーがあるのに、この合財帝王とかね、権力とかも狩野とかもなんかやたらこう男性性強くて頑張ると、そこの、楽しさが消えそうになるし、この陽っていうのがね、甘えん坊ちゃんなんですよ。エネルギーでいうと赤ちゃんの星なんですよ。バブーってやつね。バブーっていう、バブーってさ、バブーって言ってるだけよ赤ちゃんたちって。だけどさ、赤ちゃんってめっちゃ可愛いじゃんだからなんかもうこの星が求めてるのって、私を愛して、私を構って、私はいるだけでいいって言ってみたいな。でもうなんて言うんだろう、可愛く愛想を振りまえてれば人生うまくいくみたいな実力以上のご縁がもらえちゃう星なんだよ。だけどさっきもこっちの食事もそうなんだけど、そのわーい愛されて幸せみたいなのを許してないと縁がないんだな。でまあその
この食人とか用がひねくれるとめっちゃ可愛くないんだよ。食人とかは、だからワイワイキャーキャーじゃない、キャーってやってる、なんかもう楽しいウェーイみたいな、なんだけど、ひねくれると、まあめっちゃつまんない大人になるわけですよ。うん、まあ愛想もない、つまらない、もうなんかね、この人たちの口癖つまらないになってくるんだよね。そりゃだって自分が楽しいことやるのを抑えてるもんみたいな感じで、あと用とかはもうね、なんかそう、うーんと、こじらせるとなんか卑屈になるって言えばいいのか卑屈になります。ですごい、卑屈になって隠れかまってちゃんになるのめっちゃめんどくさいめんどくさくなっちゃうんだけどさ、だからこういう星があって今聞いててピンときた方は、まあ、まず自分にそういう欲求があるってことに気づいた方がいいんだよね。で、もうそういうことが、やればできちゃう才能がある。だから幼とかだったら、年上からめっちゃ可愛がられます。可愛くあれば、変になんか強がったりとか、それいりませんみたいな、私できるんでみたいなこと言わないで、わあ嬉しいありがとうとかって言えちゃえれば、めっちゃ可愛がられちゃって引き立てられちゃう星なんです。で、食人とかもうわ楽しいっていうことやってれば、もうパーって光が放てる人たちなんで、楽しいことやってれば勝手にうまくいくんだよ。で、なんかもらえるものがあって、ありがとうって言ってもらってれば勝手にうまくいくんだけど、それをだからこのカノエとかの豪財帝王とか権力とかで自分で頑張れるんでみたいなことをやってると、なんかそういう星ばっかりだったらいいんだけどさ、それやってて、本当は用があるということは甘えたいし、引き立てられて運だけでどうにかしちゃいたいだけど頑張れるんだけどね、うん、とか食人とか、まあ、もっとだから日中にさ、ここの食人、日中って自分満たしの星なのね。だから食人がここにあるってことは、楽しみたいんですよ人生を。でね、この人ね、遊び、その通変性の割合がさ、遊び心がさ、60% なんだよ。だからさ、遊ばないと全然運が上がらないの、自分が満たされないんだよ。で、私の場合行動力が 60% だからさ、行動しないともなんかね、全然回らなくなってくるんだよね。だから、まあ、ゆうこさんよくあちこち行ってますねって言うけど、動かないとどんどんしんどくなってくるんだよねだから私は私に合ったことをやってるだけでさ、そう。だから、みんなも自分がでね、それってね、もうなんかね、なんとなくわかるんだよ。その集まったメンバーはね、この前はね、学びの星 60%、 私行動の星 60%、 遊び心 60% っていう 60% で偏ってるものばっかりでさ、でみんなそれぞれ、私動かないとダメなんですみたいな、私学ばないと辛いんですみたいな、私遊んでると生き生きしますみたいなさ、だからやりたいことってね、もう分かってるの。だからあとはそれをなんかお金がないとかさ、時間がないとかさ、あんまり言い訳しないで、バンジー飛ばなくていいから、絶対目の前にちょこっとやれることがあるから、そのちょこっとね、繰り返しね、ちゃんとやってあげること、そうするとね、それだけでも満たされてるし、エネルギー回ってくるから、なんかいろいろ流れが良くなるんだよね。うん、っていうのと、で、この前のその鑑定会は、まあ、セットで、書くっていうね、ことをしてるんですが、まあ、なんで、そもそもその書くってことを始めたのか、最初やってなかったんだよ、鑑定もう書く鑑定だけみたいな。で、今でも鑑定だけっていうのをたまにやるんだけど、やっぱそれって今回すごい気づいたんだけど、欲求不満になっちゃうのね。で、なんでかっていうと、なんかさ、今の説明を聞いてもさ、やっぱなんか分かった気はするんだよ。生かしどころって遊べばいいんだなとか、矛盾してたんだなって生かしどころが分かるんだけど、なんかね、なんか、それが発動するって言えばいいの、星がいいように生かされる時って、自分の人生に起きたことと星が結びついてほどける時なんだよね。なので、書いた方がいいなと思って書いてるんだけど、で、この方のお悩みはだから金運がある、これね、すごいめっちゃ金運の星なんですよ。なんだけど、最初に、まあ、だからそういうこと言ったら、で、金運があるし、人生お金がテーマみたいな、お金を通して自分を知るって感じ、うん、なんですよって言ったら、もう私そんなわからないみたいな言われて
でも書いてあるんだよね。だからそれをなんかカウンセリングとかだと書いてあるんですって言いようがないから、なんかこう説得に入ったりするわけ、めんどくさいじゃん。書いてあるから書いてあるって言ってるだけみたいなね。そうで、それを書いてあるの言ってるだけなんで、あんまりこうなんて言うんだろう、そこになんかこうイチャモンがないんだよね。書いてあるの言ってるだけだし、まあ嫌だとしてもそう書いてあるからさみたいな、だからちょっと見直ししましょうみたいな、そうすると運が上がりますよみたいな感じなのね。でも彼女はだからお金がないって言うのがすごいずっと悩みなんですって言ってて、もうまさにって感じなんだよね。だからお金を見直せば全部が紐解ける感じがあるなと思ったのね。でお金ってなんて言うんだろう、お父さんから学ぶものでもあるの。あ、大体さ、まあほとんどの、家庭がさ、やっぱり男性の方が稼ぎ頭である場合が多いから、お金とはどういうものかっていうのをお父さんから学んでる確率がすごく高いんだけど、でも一方で、お金って愛の循環でもあるから、お母さんの態度によって学んでることも結構多いんだよね。で今回の場合はここにさ、この陰住豪財帝王って言ってお母さんの星がここに入ってるから、お母さんとのご縁が深くてお母さんから学んで可能性も高いなって思ったのと、なんか話を聞いてると、そのお金がないの中に家賃があって、家賃はなんで払ってるかっていうと、お母さんが家を出てきって言ったからみたいな。だからあ、やっぱりこれはお父さんのことを考えるんじゃなくて、お母さんのことと、セットで考えた方がいいんだろうなと思って、だからお母さんとの関係を紐解けばきっと、お金のことの見直しもできるんだろうなって考えたの。だからお金のことを見直しましょうって言ってポイってやるよりも、書いて自分の心の中を外に出す、で、外に出して、だから心を軽くするっていう作業と、心をすっきりさせるのと、書くことによって自分が何を考えてたのか自覚して、自分の中に入れるものと、もういらないって言ってもポイってやるものとこう分けることができるのと、あと大体人ってものすごい自分のことをジャッジしてるのね。こういう考え方はいいけど、こういう考え方は悪いとかさ、こんなことを考えてはいけないとか、すごい、自分の中から湧いてくる思考をすごくジャッジしてて、だから詰まるのよ。全部オールオッケーになったから、子供よ、子供、子供たちってさ、なんであんなにさすっきりしてるかっていうとさ、全部ぶちまけてるからよ。だから、私たち大人だからそういう分別はついちゃってるんだけどさ、でもなんか私さ、別にさ、なんか中身を尋問するつもりは全然ないし、書くとき必ずお伝えしてるのが、ジャッジをしないで、もう自分から出てきたものをそのまま正直に書きましょうとだけは言ってるんだけど、でそれをやると本当にね、なんかジャッジしてないから、自分が自分の中で止めるものがないから溢れるように出てくるんだよ。もうね、やっぱ思考ってさ、こう芋づる式になっててさ、この糸口がキュッて見つかれば、うわーってこうジャッジしなければ流れるようになってるのね。だから、流れるように書いてもらう、だから流れるように書いてもらうと、そのうち一番、今知らなければいけないその泉のところまでだいたいたどり着ける。たどり着けない場合もあるんだけど、癖でね。なので流れるように書いてってもらって、でやっぱり出てきたのが、もう実はお金に関しては大丈夫だったと。でやっぱそれを知るためには、まあ、お母さんのことを思い出すことを書いてくださいねしか言ってなかったんだけど、お母さんのことを思い出すっていうことがやっぱり今まではあまりにも辛すぎたんだよね。で、ただ、こうやって向き合ってるっていうことは、今だったらその悲しみと向き合っても大丈夫っていうことなんだよね。それまではやっぱりそれを、悲しみを封印してても、親から家出てけって言われたわけだからさ、親を頼りにして帰ってきたのに、離婚して帰ってきたのに、子供もいるのに仕事もないのに、親から家出てけって言われちゃったんだから、もう頑張るより他なかったんだよね。だから頑張って頑張って、その甘えたいだのお金がもらいたいなの、そんなことももう全部封印して、もう必死で働くしかなかったんだよね。でも必死で働いたからこそ今の生活は手に入れたんだけど、それだけだととっても苦しくなっちゃって、それがお金がないっていうところに取りつかれるってことにもなってたんだと思うんだけどさ、うん。でなんかやっぱこうすごい何かに取りつかれちゃってる時ってさ、もう待って
全く他の可能性については見えてないのね。だから自分はお金がないと思ってて、現実もそうって思い込んじゃってるんだけど、自分がお金がないっていうのがあれひょっとしたら違うのかもなって、その考えと自分との間に距離感が生まれると、現実もあれなんか自分はお金がなかったら本当に死んじゃいそうとか思ってたけど、あれ今までの人生を振り返ってても大丈夫かもなって、その悲しみが言えるごとに、その現実が実はすごく優しかったっていうことに気づくんだよね。うん。だけどお金がないを握りしめてる時ってさ、もうそれすらも見えないんだけどさ、でお金がないっていうことをやっぱ振り返った時に、あ、お金がないってやっぱり握りしめてることってすごくメリットがあったんだなって、その方も振り返ってて、だからそうやってかわいそう、母子家庭だからかわいそうだから頑張るみたいないうのがなければやっぱり頑張ってこれなかったんだよね、これまではね。うん。だけどやっぱり今ではそうやってすごい悲しかったことも思い出しながら、お金がなくてもなんとかやってきたとか、人にいっぱい助けてもらってきたっていう現実を思い出した時、すごい肩の力が抜けて、なんかすごく、なんだろう、現実はさ、すぐにコロッて変わってるわけじゃないんだけど、なんか内側からやる気が出てくるっていうのかな、人生に希望が出てくるし、見えていなかった人の優しさとかチャンスとかもすごい目に入ってきて、今までだとお金がないってギュッてさ縮こまってるからさ、受け取れないわけよ全然。なんだけどストーンって落ちちゃってて、すごい楽になってるから、すごいいろんなことが見えてきて、すごい自分がエネルギーが上がって柔らかくなって楽しくなってくるんだよね。なので書くっていう作業は、自分がこう本当に見ようとするとすごく広がってくるんだよね。ただその前にだいたい書けないとか見れないとかいう時は見たくないものがありましてね。それを見ると解放されるわけですよ。解放されてふわっとなる、ふわっとなるから楽になって、本当のものが目に見えてくるようになるんだよね。うん。なんか今日に関してはそんな感じです。なんか質問ありますか？ああ、そうそう、ヨコちゃん、変化2つあるとね、冷静になって冷静になれないんすよ。この前私最近受けた、なんかそういうなんかコンサルティングみたいな中でさ、思いつきで動くのやめましょうって言われた時、すごい固まったもん、ギューってなって、でそのアドバイスを受け取んのやめようって決めちゃった。しゃーないわーと思って諦めた。はい。うん。つよさん自覚ないけど、きみちゃんは確かダブル豪罪帝王だったのでずれてますね。食事は受け取るだよ、ビクトリアちゃん。食事は受け取るがテーマです。なんかしてるわけではない、なんかしてるわけないっていつ言ったんだろう私。幸子ちゃん、うん、直子ちゃん、どこに身に染みたんだろう。そういう星、あ、そう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 、そういう星があるって、用途、用とか食事のことだと思うんだけど、そうだから、これってさ、自分の欲求がどんな欲求かってことを知ることでもあるのね。だこの人だったら陰樹と偏陰だから、きっと学びたいって欲求も結構ある人で、召喚があるから本質を追求したいとか、美しいものに囲まれたいっていう欲求もあるし、食人だから楽しみたい、わーわー、これが一番欲求として高いと思う。遊びたい、楽しみたい、キャーキャーわーわーしたい、食べたい、寝たい、エッチも楽しみたいみたいなのとかで、用とかは甘えたいだよね。うん。で、権力は頑張りたいだし、帝王は極めたい。で、豪罪は人を巻き込んでもなんかやりたいみたいな。いう欲求です。例えば、ビクトリアさん、例えば権力と職人だったら、自分で頑張りたいのとただ受け取る。そう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 、あるし、結構職人権力ってさ、なんか、
その私ね、被験権録という食人権録しかまだ見たことがないんだけど、あのこの結構組み合わせもいろいろあるんだけどね。うん、あの私被験権録なんだけど、で食人権録さんにも会ったことがあるんだけど、食人権録さんはマイルドです。あでね、あの食人艦隊もいるのね。食人艦隊さん多分一番マイルドな女王様です。やっぱなんかね、食人さんたちって神様じゃん。で食べる神様ってなんかどう考えても福の神っぽいじゃん。だからなんかね、楽しそうだなみたいな、だしなんか柔らかいなみたいな感じだよ。このねセットとかでもね、またエネルギーが違います。はい、キミちゃんずれてますよまた言っちゃったそうだよ、欲求認めようよ。もうだからさ、あの四柱推命の楽なところはさ、もうなんか あるがままよ。あなたのあるがままです。あなたのあるがままがそこに書いてますので、あとはそれを許可して生かすかどうかです。はい、それ以外ないでこの人の場合ってさ、もうカノエ、カノエサルって言ってた、金のプラス金のプラスじゃん。こうやって土の絵立つって土プラス土プラスじゃん。で同じエネルギーが2つで、同じエネルギーが2つでさ、これ会合でさ両方めっちゃ強いの。だから魂の本質がさめっちゃ強くて男っぽいんだよねくらい強いからさ、まああなたはあのどうやっても大丈夫よっていうあなたが自分のことを弱いと思った時に現実がおかしくなるだけで、あなたはどうやっても大丈夫っていう、ただその大丈夫っていう確信をどこで得るか、どこで思い出すかってことよね。多分絶対、みんな現実的にもその大丈夫っていうね、あのなんてメッセージは来てるはずなんだけど、それを自分が何かの設定で、この方の場合は、弱い設定、あのかわいそう設定をしとくと都合が良かったって書いてあったんだけど、そうだと思うみたいな、だってめっちゃ強いもんみたいなそう、めだから可愛いなと思ったのが、こんなにめっちゃ強い星満載なのに真ん中用とかさ、まあ、甘えなさいみたいな可愛いなと思ってね。そう、食人艦隊マイルドだよ、ゆきちゃん。食人3つあるんですけど、あそうだよ、食人さんすねるとねめっちゃ可愛くないよ。食人とか用とかね、もうほんと可愛くない可愛くない、連発してる。もうさ、なんだろう、なんて言えばいいの、子供がすねるってまだ可愛らしいけどさ、ま、なんか童心満載な大人がすねるとさ、なんかもうこじれてるなーっていう、なんか本当にね、他の星よりねこじれて勝ったが半端なくてね、すっごいつまんない顔して生きてる大人たちって、この人たち食人だろうなって私は思ってるよなんてこったいうん、召喚2つ、うん、そうね、召喚2つ、召喚さんは食人にもなります。2つあるとね、だしで召喚さんはやっぱり一番はなんつうのかな、繊細、億劫って読むの、私はね繊細って感じがします。繊細なくせになんかナイフ持ってるから刺されるみたいなあ、変異権力なんだ、ビクトリアちゃん。変異権力ってね、変異ってね、あのなんかね、あのカノエに近いんだよね、なんつうの、そう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 、あの多分明日も四柱推命やりそうなんですが、明日は変異です、変異病会です変異病の変人ぶりを喋りたいと思います楽しみ、明日も、はい変異はあのキテレツですから、はい。合財帝王はよく聞きますが、陰樹帝王は合財帝王と全然違うらしいよ、ハッピーラッキーちゃん、全然違うらしいです。これはあの私の周りすごい陰樹帝王は多分10分の2くらいで、10分の8くらいが合財帝王なんですよ。星財帝王がね、まあ、たまに来るんだけど、星財帝王、合財帝王、陰樹帝王、召喚帝王さん会ったことないな、あんまり、あのあるけど鑑定では会ったことない。で陰樹帝王はあの私が四柱推命学んだあの宇野優子さんは陰樹帝王だったんだけど、合財帝王はこう言うんだけど陰樹帝王どう言うのって、言わないとか言われたこといっぱいあったから、あのね、合財帝王が好きな言いたい言葉だね、言いたい言葉は私についてきてだと思うの。
豪罪帝王さん私についてきてっていうのって結構言いたいセリフの一つだと思うんだけど、陰樹帝王はね別に私についてきてとか言いたくないんだって。なんて言ったっけな、うん、なんか私知ってるよみたいな、そんな感じらしいんだよね陰樹帝王は。私は知ってますって言いたいみたいな。そう、豪罪帝王はね私についてきてって言いたいセリフの一つらしいよ。あの変換艦隊も私についてきてとかは別に言いたくない。はい、帝王さんはねやっぱね、あとねゆうこりんが言ってたのがね、責任を取りたがる、責任がないことは嫌いって言ってた。うん、何かをやるとしたらきっちり責任を取りたいって言ってた。そんな感じですよ。なんか質問ありますか。あーだから、うん、そう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 、私知ってるって言ってた。私知ってるよって言いたいって言ってた。うん、そう結構違います、帝王さんとかによって。そうで艦隊もだ上にくっついてるのでいろいろ違う。飛剣艦隊とね変換艦隊はちょっと似てるなって雰囲気が、なんかやっぱ我が強いって感じがする。あで青函艦隊と変換艦隊もあるんだけど、青函艦隊はきっちりしてます。変換艦隊ワイルドです。うん、飛剣艦隊、食人艦隊さんはマイルドだなと思う。なんか艦隊は艦隊でも一番やっぱマイルドだなと思うねかな。うん、そんな感じだよ。なんか質問があればなければ終わりにするけど、またこれ取れてんのかなって感じがするよね。今回のは残しときたいな。あのこのやっぱりね、あの結構鑑定士さんを育ててるけど、この見立てっていう見方、星をどう見ていくかっていうのがやっぱよくわからないっていう質問もいただくので、これはデータとして残しておきたいなと思うので頑張って残したいと思います。ああそうだったんだ、ゆうこさん召喚2つ豪罪2つ、これさ多分入力するの大変なんだよね。召喚2つ豪罪2つ変化1つなんだね。そうかそうか、さっきなんて書いてあったっけ、おっくって書いて召喚2つ豪罪2つ変換1つ、そうね2つあると召喚食人にもなるし豪罪飛剣にもなるからね。うん、でも全体的にゆうこさんの場合はあれよね、どこにどう配分がね、日中にあるか月中にあるか年中にあるかによって全然違うんだけど、うん、結構どこにあるかによって全然違うのね。うん、だから何とも言えないけど、まあ繊細なゴリゴリの男性性強い人って感じがする。性格ってこれがさ何とも言えなくってさ、なぜかっていうと今さっきも伝えた通り、自分が都合よく生かしてんだよねみんなほとんど。だからほとんど間違いないのが10代20代年中の星を使ってるっていうのは間違いがないんだけど、3、40代でじゃあこの星を使ってるかっていうと、今回の方も用をそんなに使いまくってるとやっぱ実感がなかったと思うし、あの使っだから使ってない場合も結構あるのね。だから性格でどこを生かしてるかって自分が都合よく生かしてるよ。だからこの星全部欲求としてあるけれど、それを自覚して使ってるかどうかはその人によるんだよねって感じ。ビクトリアちゃん欲求っていろいろあって取りこぼさないし、そうだな、あんまり頭で考えなくてもいいかもって感じがしたよ。なぜかっていうと、あれ今日の私ブログでも書いたか忘れちゃったんだけれど、生かしてる星は無意識でも生きてるんだよね。なんだけど、本当はこう生きたい、本当はもっと例えば自由に生きたいのになぜかそうできないって思ってる時は、なんかその星、この星を生かしてダメって星があって、その星がもう私このままでいいって思った時にその星の星が光る、星が生きる、星が活用されるから、なんかその星の欲求が生きるから勝手に
自分らしく生きられる、自分らしいとも自分として生きられるって感じだから、なんか頭で考えてこれの全部生かさなきゃっていうよりも、なんか私今ちょっとなんかずれてるなみたいな、ずれてるとしたらこの星をもっと生かした方がいいんだろうな、でこの星の欲求ってこんな感じだから、それをもっと意識して生きてみようみたいな感じなんだよ。だからこの方の場合だったらさ、だから私は弱いって思い込んでたけど、だからカノエってだからめちゃめちゃ強い剣だよ、断ち切っちゃうんだよ、いらないもうバッサリ切れる強さがあるんですよ、うん、でなんだけど、だから弱い認定を自分にしとくことの方が、まあかわいそうだから頑張ろうみたいな、かわいそうって思ってもらえるからいいよねみたいな、かわいそうって思ってもらえるから叩かないでねみたいな私頑張ってるからみたいないうことにしちゃって、私弱いってやるから余計叩かれるみたいなねなんてかわいそう、そう、そういうことが起きやすいんですよ、うん、だからそれは、その自分の星を見て、あれ私ってなんかうまくいってないけど、ひょっとしてこの星をこういうふうに勘違いしてるかなみたいなのが分かると、だから全部をやろうというよりも、なんか今の人生おかしいなって、それってこの星が生きてないからかなみたいな、割とピンポイントで使うの、全部を生かそうっていうよりもこれそれみたいな、うん、だから一つの鑑定で、その時、知った方がいいのって1個か2個ぐらいなんじゃないかな、もう多くて3つぐらいかなと思うの。だからこの方の場合の鑑定のポイントはだから、まあ、今回書いたけど3つで、カノエってめちゃめちゃ強いよっていうのとあのすごい強い星いっぱい揃ってるけど、用人とか用人、用とか食人とか可愛らしい星があるよ、多分そことカノエとか豪財帝王とかが矛盾してるんだろうねっていうのと、あなた、29もエネルギー値があるから、なんか普通は嫌いよっていう、そこそことか嫌よ、あの日本全国駆け巡りたいとか思ってるわよっていう、だからそこを、まあ、お母さんに認めてもらえなくて、なんかこんな私贅沢しちゃダメとか遊んじゃダメとかやってても、だってさ遊び星 60% あんだから遊ばないとあなた死ぬよみたいな死なないけど心が死にそうになると思う、生き生きしにくくなるよっていう感じです。はい、日中が変換で、そうなのか。変換私と一緒ですね。優子さん。変換は思いつきで動きましょう。六十監視とハッピーラッキーさん。六十監視と通変性はどっちが強いか。六十監視は、日中の監視なので、魂の本質なので、その方が、なんかね、これもうまくどっちとか言えないんだよね。なぜかっていうと、六十監視って、その監視っていうもの自体が無意識ゾーンを表してるのね。だから無意識にそうであるみたいな感じだから、それを、だから、すでに持ってるんだけど、ものすごく中核にあるから、エネルギー体としては現れてるけど、どっちが強いかっていうと、割とその人の意識状態によるんじゃないかなっていうのが私の見立てです。はい。で、強いのは愛されても弱いよ、それは一番やめた方がいいやつです、ゆきちゃん。はい。ああ、だから、言ったやん。星を生かすポイントは、例えばさ、まあ、この星の中にはないものがあります。関東財がないんですね。だから関は女性にとっての恋愛結婚の星です。財っていうのは、人脈であったりお金の星であったりするんですけど、この5つの中にね、まあでもこの方の場合、ここにこのカノエサルってめっちゃ金運の星だし、土の絵っていう星が、人脈運も表すのね。だから、まあ、そこでカバーはできちゃってるんだけど、まあ唯一ないとしたらそれはその性感とか変換とかない、恋愛結婚の星ってないかもしれないけど、自分これさ基本中の基本ね、みんな四柱推命の星だけじゃないんだよ。四柱推命の星を生きてればその人って輝いちゃうのね。自分生きるってやつよ、輝いちゃうのね。輝いちゃってたら男の人は寄ってきますそう、だから、運がなくたって、その恋愛運がないとか金運がなくたって、お金も寄ってくるし男の人も寄ってきます。あなたが輝いていたら、
あなたが輝いてない時に運が全部落ちるから、お金も男の人もお友達もいい人は寄ってきません。以上。はい。なので自分のだから、まあ、この方の場合でいくと、まあ、自分が遊びたいっていう欲求をちゃんと認めて遊びましょうと。でやりたいことが多分すごいいっぱいある人です。29だから、やりたいことはちゃんとやりましょう。で、自分の弱さを、弱いとか思わないように、めっちゃ強いから、あのどんどん断ち切って、まあ、変革していってって感じ。さあ絶対運が上がるから、男の人寄ってくるから、お金も寄ってくるから大丈夫で、まあ、その中にこの方はやっぱり用をね全く生かしてなかったと思うから、あのキャーってやってればいいの、私できないことあるみたいな。だそれはなんか弱いんじゃなくて、そういう甘えられる素敵さも持ってるってことよ。はい。やっぱりすごく艦隊気になるから意識するのは艦隊かな。そうそう、じゃあ艦隊意識しましょう。これはねもう私がこう決めるものではなく、自分で感じるものだから、自分で感じたものが正解です。あ、そうだから、あのどんなに当たる占い師さんであっても、どんなにすごいコンサルさんであっても、そのコンサルさんとか占い師さんを信じなくていいです。自分がピンと来たことだけ信じましょう。だから私のことも信じなくていいよ。なんてこったい。そう、自分がピンと来たことだけ信じよう。はい、今日は以上になりますかね。そうなので、次は変異病になる予定。なんかねちょっとね、まだちょっと今回あの初めてのしべんさんとのイベントを博多でやってみて、まだね疲れが抜けないんですよ。昨日あのちょっと始発みたいにやってもらったら、大変お疲れですとか言われちゃって、やばーと思って、ちょっとねそれからちょっとお休みモードでゆっくりして、でもやっぱりブログ書きたいから、その今日のこの記事のブログだけ書いてみたところなので、そんな感じです。はい、そうだよそうだよ、あのハッピーラッキーちゃん、成果も変化もない、ここ最近恋愛がめっきりなのは自分が輝いてないからです。もう星のせいではない。だ星を使うか使わないかもうね、自分の意識とエネルギー状態のだけだから。だからどう生かすかわからないっていう時に、中水面を見るとそこをやった方がいいよっていうのがピンポイントでわかるんだよ。うん、それで使ったら楽だよっていう、それだけです。はい。あ、そう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 、私もそうだよ、目立ちたいんだから目立とうぜいいっていう、艦隊ちゃん、そんな感じですよ。はい、そんな感じでよろしかろう。あ、すげえ1時間ぐらい喋ってた、みんなお付き合いありがとう。残り2分だって。はい、こちらこそ楽しかったです。びっくり。そんじゃ皆さんありがとうございました。これは残したい。それじゃあね、またね、ありがとう。